まるで恋愛小説の一場面。もやしを燃やしとけ、わざとらしくこびる視線。ドロロンと寝てトーストに塗り込んだザーメン。薄い半円形清楚な印象の東京ペン。新しい角でダモンで大小ペン。いやこのまんまで生涯現役、醤油の現役へ。煎餅布団を日向で干し、こたつをセッティング、正常期は永遠。慌てて支度をした洗濯も前の日のパンチ。洗濯生図に乗り、そのままにジーパンを履いて、どう私のうなぎ。若い肛門からモリモリの下痢弁。幕の内は二次元弁当箱、こんなもんで内臓はどこにもないぞ。医者からもらった薬は毒だ。